あなた運がいいんだって。アンミカさんが保険の CM に出ていてびっくりしました。世間の人は見る目がないんでしょうか。まあこれはいつも来ますけども、世間の人っていうか、まあほとんどの人は未だに S 木圭介、夫妻がですね、いいカップル、なんていうんですかね、みんなの目標のカップル、夫婦みたいな対象になってるんで、ほとんど見る目がない人多いですよ。そんな見る目のある人ばっかりだったら、あんな人やこんな人が今その選ばれて政治家になってないと思いますよ。あとはまああんまりこうどうでもいいと思ってるんかもしれませんね。まあガーシーさんがですね、適当な投票で受かる世の中ですから、そもそもみんなあんまり興味がないし、どうでもいいと思ってるの人が多いかもしれませんね。おそらくその本来僕みたいにメンスを見れたらですね、まあここら辺とかですね、 S 木圭介さんとかですね、高市早苗さんとか、あのそこら辺はやっぱ S クラスなんで、こういう人が出たらですね、もう絶対その商品を信用しないし、むしろね、コマーシャルっていいイメージをつけないとダメなのに、本来はそうマイナス評価になるはずなんですけども、ほとんどの人がお金を大金を払ってこの人に頼むわけですから、あんまりやっぱ分かってない人がほとんど 99.9% じゃないかなと思いますね。と思いますよ。やっぱり好きな芸能人ランキングとか好きなタレントランキングとか見ますけども、ああ分かってないなという人が多いと思いますけどね。その人が何をやったかっていうのがむしろ重要じゃないですかね。ああ、ヨウさんの言うように、そうユッキーナとかもなんかタピオカのね事件とかがあったからですね、あんな風なイメージになりましたけども、あと用水が腐る発言をしたあの方もとかもそうですよね。なんかそのあった物事でなんていうんですかね、世間の人は結構評価するんじゃないですかね。ちゃんと人の本質を見れる人っていうのはすごい少ないと思います。あ、そうそう、振り子打法さんの言う通り、そう瀬戸内寂聴とかですね、ズバリンとか義母愛子のね動画出した時も擁護してくる人間いましたから、あれはやっぱもう全く人を見れてないんですよね。僕は同じ業界にいたんで、あの人がですね詐欺とかやってですね捕まる前に亡くなったからですね、ただ刑事ではねで逮捕されてないんで、その擁護してる人はですねやってたこととかは分かってないんですよね。でも本来ならですね刑事事件で逮捕されるようなことをやってるんですけども、やっぱそれが明るみに出てですね、ちゃんとそれを自分が知ってないと、なんか無理に自分の適当な感覚ですよね、この人好き、あの人好きとか、そういうのに流されると思いますね。特にメディアの捜査に思いっきり引っかかりますよね。まあ、香川照之さんとかもそうじゃないですか。あの事件が出るまでですね。あとは、巨人の坂本とかもそうじゃないですかね。特に俳優で成功してたらとか、野球選手で有名選手だったら、イコール善人、みたいなイメージを持つ人が多いですよね。あとまあこのマカロンでもやりましたけども、男前イケメンとかですね、美人さんイコール喫装みたいなですね感覚を持つ人がいるんで、まだいろいろ明るみとかに出てないし、むちゃくちゃ悪人でもですねテレビで善人キャラで売ってたらですね、みんながっつり騙されるんじゃないですかね。一中アナウンサーとかもそうだと思いますよ。一中アナウンサー好きな女性アナ1位やったでしょ。一瞬でわかる人間なんですけどね。人間性がわからない人がほとんどじゃないですかね。なんで、昨日か一昨日の動画を出しましたけども、清純派アイドルとか、清純派女優を、そのまま清純って書いてあったら清純と思うんでしょうね。まあ、うちのコメントには、結構まあ、鋭い方っていうか、まともな方が多いんで、そもそも清純だったら芸能界という世界に入ってないよっていう、非常に正しいですね、正確なコメントされてましたけども、まるまる信じ込む人が多いんじゃないですかね。と思いますね。だからまあ、この人もなんか、意外に一般的イメージはそんな悪くないんかもしれませんね。僕だったら絶対に使わないですけどね。なんでもいいんかもしれませんね。どうかな、CM ね。微妙なところだと思うけどな、僕はね。でもまあ売れるから売ってるんかもしれませんね。あんでこの人出ててこの保険が人気あるんだったら CM、 ここの CM の会社からしたら大成功なわけですよね。戦略が当たっている、間違いじゃなかったっていうことですよ。でそれが間違いじゃないってことは、世間の人がですねこの人間の本質っていうのをいかに見抜けてないかだと思いますね。こうにこう変わんないですけどね。僕がその感想枠とかそういう動画を出していっても、果たして今後変わってくるのか、人の見抜く力とか観察力とかですね、洞察力というのは上がってくるのかがちょっと疑問ですね。何本動画出しても一緒なんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんかね、例えば何か事件があるまで僕がこう言っても僕が間違いと思われるんですよ。
要するに、まあ、この方じゃなくってですね、例えば S 木さん、S 木圭介さんの夫婦の話をしたときに、僕が言うまで、S 木さんがそんな人と知りませんでした。でも S 木さんの場合は、他の YouTuber ももう S 木さんの暴露の動画出してますし、ブログとかでも結構告発されてるんで、きちんと調べたら、S 木さんの場合はもう出るんですよ。やっててきた悪行がね、すべて事実が出るんで、どういう人間かっていうのが出るんで、まあ僕のね、動画が正しかったんだと思うんですけども、その何かが明るみに出る前の人を僕が多分こうですよって言っても、ああ僕が間違ってるなと。この人はいい人だ。だってドラマであんないい役やってたもん。清純派だもん。まだスキャンダルとか出てないもんって思うわけですよね。なんでそういう動画ちょっと作りにくいんですよね。で、逆に、失踪の人とかですね。まあ、前任の感想額出すと、なんかその人が、ちょっとなんかやっても間違ってるみたいなこと言われるんですよ。例えば、離婚したらですね、悪人だったってよくわからんこと言われるんですよね。離婚は、悪人でも前任でもですね、誰でもしますから。そう、結構それ、上から変えてくる人間いますからね。僕がこの人はいいですよとか、この人はメンソいいですよって書いてもですね、コメント欄に、でもこの人一回離婚してますよって言われるんですよね。ただその離婚イコール悪なのかがですね、ちょっと一切わかんないですね、僕からするとね。うん、なんかまあ無理にこの逆説とか唱えてくる人いますよね。僕のことが気に入らないのか。でももう気に入らなかったら、もう動画とか見なかったらいいと思うんですよね。いちいちもうコメントもいらないし、お互いそっちの方がいいと思うんですよね。僕も動画見てほしくないし、そういう人も動画見ない方がね、いいと思いますから、もうお互いそっちの方がいいと思うんですけどね。ということで、まあこの人もね、うん、なかなか見れてないのが多いんじゃないですかね。まあそもそも保険会社の CM なんてっていう感じでしまう。まあ保険会社死ぬほど金ありますからね。でも世間の人はほとんど見る目がないというか、まあそこまで気にしてないというのはあると思いますね。やっぱ H 中アナウンサーが好きなアナウンサー1位になってるっていうことは、ほとんどの人は別に人間の中身とか本質を見抜けていないというその証拠だと思いますね。この CM はともかくね、だって1位になるんですからね。僕一番最もダメだと思いますけどね。僕が最もダメだと思う、確実視できる人間が好きなアナウンサー1位なんで、まあほとんど見えてないんじゃないですかね。まあそれが現実ですし、だからさ、詐欺に騙される人とか減らないじゃないですか。ポンジスキームに騙される人とかもう何万人とかいるじゃないですか。宗教もね、やっぱもうなかなか物事の本質見抜ける人っていうのは少ないと思いますね。動画が面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。